チュアスケンです。ということで、ちょっと今日もね、いつも通りね、楽しいね、ゲームやっていこうかな。あー、ムービー入っちゃった。まあ、失敗した。あ、よかった、セーブしよう。廃校の奥だって、奥なんてあるんだ。あ、奥、これかな、奥、ここじゃないの。あ、こっちか。ちょ、これ怖いからセーブします。行くか。何これ、これ戻るのだるくない、ね、戻るのだるいよね、これさ。絶対さ、ここ逃げてくるときさ、木引っかかるやん、一回は。墓？あ、なるほど。どこ行けば正解なの？正解がわからない。これ、横はいけない。ね、この色。不穏な空気が。うわ、びくしゃびくしゃびくしゃ。あ、いるー。ちなみに逃げやすいように。ちなみにこっちに立ってると逃げにくいんで、こっちから話しかけます。で、セーブをしとくと。てんてんてん。おばさん、またあんたかい。こんな陰気な場所まで来て、そんなにおばさんと遊びたいの？もうすぐ日が暮れます。こんなところにいたら視界が悪くなってとても危険ですよ。どこに行こうか同じさ、私はこの場所が一番安心するんだ。あの化け物の正体、まだあんたに言ってなかったね。知りたいかい？くねくねですか？それは都市伝説だろうが。違うんですか？ひひ、やっぱりあんたは出来が悪い子だよ。あんた、そこの井戸見ただろう。はい、ああ、はい。宮にが見えた。何も。だって、あそこには枯れ、あそこは枯れ井戸じゃん。確かにね、でもね、枯れてないのが残ってんのよ、あの中には。残ってる？人間の骨だよ。え、これか！ちゃんとね、驚いたリアクションもしていくと。この際だから特別に教えちゃうわ。おばさんね、実はね、数十名の人殺しちゃったのよ。他でもない我が子ね。だから我が子亡くなったんだ、なるほど。あの頃はカルトスエース、頭が傷ついた時にはもう手をかけてたよ。病院へ連れて行く気力もわからなかった。何を思ったのか、今年の頃この場所が来てね。それでポイしちゃったんだね。だよね。勢いに任せて。警察にはいなかったんですか？最初はいずれ捕まると思ってたんだ、私が何をしようがね。でも時間が経つばかりで何の進展もない。警察は初めから誘拐だって決めつけてたからね。私の疑いの目なんてかかることはなかったよ。でも旦那は薄々感づいてた。あの事件以降一変し、別れるまで時間がかからなかった。結局私は旦那と別れちまった後も実家に帰らずこの町を残ることやるな。あれの存在が結局ね。ちょっと舌が今日は回っておりませんが、ちなみにこの間帰りのところまで来ると、ちょっとごめんね、ちょっとなんか、ちょっとごめんなさい、早口で言い過ぎた。ちょっとゆっくり読んでいこう。舌を覗き込むと必ずと言っていいほどあいつが見えてくるんだ。白いあいつが、それ多分骨やで、普通に。それがくねくね、くねくねなんてものはただの都市伝説。あれはただの怨霊だよ。どっちだよ、ただの都市伝説、ただの怨霊。今まではずっと見てくるだけだったのにね。今日になって枯れ井戸から出やがった。お前が出したの？知らねえよ、今日初めて来たよ。お前があいつだから今日初めて来たんだ。おばさんだとしたら筋が通るってもんさ。お前だけはこの町に残っていくことも、あの化け物が襲われることも。よし、逃げよう。来ないで。どうして逃げるの？やはりそうよ、やましいことがあるからだわ。狂ってる。待ちな、全部任せてもらうよ。は？いや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 、は？いや、コンティニューするんだけど、ね、そのさ、今逃げる隙なかったよね、普通に。あいつがいるから、そのさ、なんか、やめてくんない？そのさ、イブで回ってくるさ、あれ、今逃げるタイミングってメアリーの時とかも、そういうの仕掛けていくんだ、やめてほしい。今逃げるタイミングなのみたいな、そういう仕掛けはちょっと良くない。俺に全部貸してもらうよ。オッケー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 。こういうことよ。ちなみに遅いな、なんだこの、何この足の遅さ。本気で追ってきてんのこの人。んんん、あれ観念するんだね。な、話を聞いてください。今さら何を言ってんだ、話すことなんて何もないよ。
いや、こっから俺が動かせるんかい。何このさ、ちょ、この穴も腹立つよな。まあいいや、あいつも穴判定あるからね。あそこ飛び越してきたら俺は切れてた、普通に。で、ここでさ、なんでここで甲子園が始まんの。で、甲子園が始まったんですけど、皆さん、なんでここで甲子園が始まんの。くそ、急にお経が流れてきた。急に独特なカメラワークが終わった後、お経が流れてきました。皆さん、何この、これ何、助かったん。あのおじいちゃんはやっぱお寺の住職さんだった。あ、ちゃんとしてる、清掃だ、おじいさん。昔はね、人殺しといってな、親のために子供を犠牲にする風習が、へえ、生まれてきた子供が何らかの異常を持つ場合であっても、それは例外ではなかった。そのようなものは間引きされず、生きながらえとしても、後に待ち受けている運命は残酷なものじゃった。昔の農村ではの、そのようなものを畑のかかし代わりにぶら下げて、動物に、おい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 、そんな狂ってることやってたんだ。言葉通りのくねくねだということじゃ。あの怨霊の正体、それは心ない迫害を受けた者たちの残留意志、それが妖怪化したものじゃ。じゃあ、ノブさん、やつが言ってることはあながち間違いではない。こういった怪異はな、様々な思念、様々な思念、想念が絡みついて複雑化しておる。だが、根底を見つめれば見えてくるのだ。いいおじいちゃんだ。どうやら町人が来たようだぞ。え？氷室さん、おーい。みわちゃん？みわちゃんにする、今日から、みわちゃん。加賀さん、おい、木崎だ、あの神社にいるの。見つけたぞ、氷室さんまで。あやつらに感謝するのだな。わしがあれを払えたのはやつらの働きあってもこそじゃ。払えたんだ。あとはお主自身の力で切り裂くがいい。わしはもう疲れた。おじいさん、無事か。無事やだよ、無事、ギリギリ無事。大丈夫だな、今回ばかりはヒヤヒヤ。いやー、家の時も普通にヒヤヒヤしました、ちなみに。神社の入り口に車を止めてある。一緒に警察署まで戻ろう。話はそれから聞きたい。わかりました。ありがとうございました。お礼言わないと。どうした？もう行かないのか？あ、いえ、行きます。お礼言おうぜ、お礼。最後に普通に。あれ？いなくなっちゃった。おじいさん、ありがとうございました。え？おじいさんは何？おじいさんも何？そういうのだったの？結局。いい方のそういう回だったってこと？ちょっと、あ、チャプター2終わった。チャプター2エンド。いや、よかった。普通におもろいゲームだった。どうする？よかった。ちょっと今回セーブして終わりたいと思います。じゃあまた次回の、イブじゃない。あれでお会いしましょう。またね。やばいやばい、なんか、やばいやばい、チャプター3始まっちゃった。全然終われない。全然終われないよ、みんな。ちょっと多分だから、チャプター、始まっちゃった。まあ、行こう、もう行っちゃおう。ちょっと、とりあえず、区切りとこまで来ます。チャプター3入っても。今はぐっすり眠ってる、無理もないさ。あんなことがあった後じゃな。で、どうなんだ、キリザ、今回の回。なんか、日本的な怖さがあるね、このゲーム。昨晩の回で今回の回、なんかさ、イブはさ、なんか洋風な怖さがあるけど、こっちはちょっと日本的な、日本人向けの怖さがある。くねくねは利用されたに過ぎない。かわいい。くねくね利用されちゃったんだ。水族だな。おそらく彼女らは何かのきっかけで俺らの手に及べないかい。ということだ。まず、なんとかけで起きてた殺人。それは一人かくれんぼによって起こされた会による犯行だが、今回は集団失踪。これはなんだ、あまりにも偶然すぎる。そもそも一般人が会に遭遇する確率は何百万分の一、それが連続で続くのはありえない。そこには俺たちも同感だ。姫野くんの経歴を見させてもらったが、昨晩の会が起こるまで至って普通の、こうなるとやはり最初の事件が鍵なんだろう。一人かくれんぼ。あの家で起こった会が全ての始まりの元凶。まだ、あの家での事件は片付いていない。何とも言えないが、彼女があの場所でまた恐ろしい会議を呼び寄せてしまったのは間違いない。はっきり言う。これは俺たちが今まで遭遇してきた会とは比べ物にはならない。何が原因でこうなったかは分からんが、あの事件で大きな怪異が動き、今でも彼女にまたりついてる。おそらくこれからも続くぞ。これで終わりってことじゃねえのかよ。
楽観視はできないね。大体今回のくねくねも何ら解決しない。原因は不明。規模は最悪。どうして彼女だけが助かった？どういうことだよ。それには俺もわからない。ただひとっきり言えるのは、彼女と関わるとやばいってことだけだ。もうやめようよ、彼女と関わるのは。ここは考えられないが、彼女は一般人に比べ怪異の免疫があった。なんでだよ。だが皮肉にもそのせいで、大きな怪異に目をつけられた。なるほど。そして今回の二度目の怪異が引き起こされた。面白い考えだ。いや、待てよ。実際に一人かくれんぼを実行したのは誰だ？そう。ゆか。そもそも発端が、金城家の事件だとしたら、その原因は一人かくれんぼを実行じゃない。実行したゆかということじゃないか。一理あるな。姫野くんの怪異に対する免疫というのは少々強引すぎる気もするが、今は置いとこう。相変わらず怪異ってのは複雑だな。どこから手をつけていいのかわかんねえ。そうとも限らん。ヒムローの推測がヒントになった。何か分かったか。今までの事実と謎を並べてみよう。姫野に起こる怪異の連続現象、菊池市で姫野だけが助かった事実、そもそも発端は上白家で起きた怪異事件、そもそも怪異を呼び寄せたのは上白ゆか。さっぱりわからねえ。実のところ俺にはまだわからない。しっかりしてくれよ。だがやるべきことは一つできた。加賀、上白について調べてきて。俺は姫野について調べる。なんだって、まさか。ここで多分もしかしたら上白と姫野、ただの一般人だと思うか。この二人のターンになるのかな。ここはチャプター3は。ん？出発します。バス？電車？車？タクシー？飛行機？何これ？何？これ夢？夢か。次は池作りです。これあれじゃない、俺これ知ってる、あの猿夢みたいなやつじゃなかった？これ俺都市伝説マニアだから、確かこの夢を3回見ると死ぬでってやつだよね。とこの俺の都市伝説マニア、これ都市伝説マニア向けのゲームです。ちょっと都市伝説マニアぜひともやってほしい。そんな。次はえぐり出し、これ目ん玉えぐり出し残ってるね、確か俺の予想だと。てんてんてん、いやこんなの夢だよ。早く覚めて。デジタルと崩壊が起きてる。まあ覚めるんですけどね。朝や。はあはあ。てんてん、ひどい夢。あ、動く。じゃあ、今日ここで終わりにします。じゃあまた次回の回収国でお会いしましょう。じゃあまたねー。はい、お疲れ様。